大竹のもっと言いたいた放題月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト、森永拓郎さんです。はいどうもということで、今日は財務省の超上から目線という話をしたいんですけれども、はいはい、先週の木曜日にです、ねうん、財務省の矢野康治前事務次官が、東京財団主催のイベントで基調講演をしました。はいはい、この矢野さんっていう 事務次もう事務次官だった現役当時から例えば「文藝春秋」に「もっと財政を締めなきゃいけない」っていう論文を投稿する普通は役人はそんなことしないんですけれどもそういうことで有名な超緊縮論者なんですよ。ただこの基調講演の中で財政だけではなくて日銀の金融政策にも言及して。 こう言いました企業も個人も低金利の絶大な恩恵を受けてきたと、うん、国債の利払い費も横ばいかシフトダウンで済んできた,、うん、たプラスの面は認めた上で、うんうん、その結果日本経済全体がぬるま湯になりゾンビ企業の温存など経済全体を弱くしたことは間違いない良、はい、かれと思ってしたことが 中長期的には逆だったという結果をよく反省すべきだと。ものすごい反省ですねそれは。要するにゾンビ企業って言われてるのはあんまり儲かってない企業っていうのは国の景気対策で救うんではなくって潰しちゃえばよかったんだよっていうことを言ったわけです。でこのゾンビ企業ならこの今ね 世の中は二極化もうばんばんもうかって、うん、利益も過去最高益、うんえー、賃上げも 5%10% するというような勝ち組とそれから賃金上げてあげたくてもその原資がないから上げようがないって苦しんでいる中小零細企業2つに分かれてるんですね。この そううういい儲かかってなところをどすべき実は経済学の分野ではですね100年近く前に世界恐慌っていうのが起こったんですそこで論戦が戦わされて2つの考え方が生まれました一人はジョセフ・シュンペーターっていう人がいるんですけどこの人は生産主義創造的破壊っていうのを唱えたんです。 要するに生産性の低い衰退企業は市場から退出させろと、うん、でその人たちが抱えていたお店だとか従業員がより生産性の高いところに移れば経済は活性化する一方アービング・フィッシャーっていう人は、うん、デフレ期っていうのは本来であれば生き残っていける企業も、うんおー 経営に苦しむと景気が悪い時は、はいうん、弱い企業は苦しくなるんだそこでその潰しちゃうと、うんえー、生き返らないと、うん、だからまずやらなきゃいけないのは、うん、景気全体を良くするリフレ政策を取るべきだいまう、うん、だにその論争が続いているんですけれども、うん、私はこのフィッシャーが言った、うん、まず景気を良く知る、うん っってていいいうううのを優先すべきだ方が正しと思例えばねもっと引きな例で言うとまあここでいう負け組っていうのは商店街なんか行ったらもう負け組ばっかりなんです八百屋さん肉屋さん食堂銭湯全部ボロもけしてるとこなんか一軒もないわけですよ。小売業者 これもうちょっと具体的に言うと例えば観光地とかでね、はい、ラーメン一杯3,000円とか取ってる店、うんはい、儲かってます。はいはい、じゃあ普通の住宅街でラーメン一杯3,000円ですか、はい、消費者はついてこれますかっていう話なんです。これ無無理理ななんですぜかっていうとうと、んうん、もう 実質賃金21か月連続で下がってます。はい、2年近く下がっているんですね。うん、実質 GDP も2四半期、うん、半年間縮小を続けている、うんうん。こういう状態でゾンビ企業を潰せなんて言うと、何が起こるかっていうことなんですね。で私はあのこの創造的破壊の理論が嫌いなのは、じゃあそういう その商店街の店とか片っ端から潰してじゃあラーメン屋の大将がですよえ自分のお店を失って生産性の高い IT 技術者になれますか人工知能の開発者になれますかなれるわけないじゃん。でこれ現実問題としてもう中高年になったら。 正社員の働き口ってほとんどないんです今の日本では。それを片っ端から潰せ「お前らゾンビだぞ」ってなぜ財務官僚が言うのかっていうことなんですね。でここは私はいけないなと思うの彼だって失業したら正社員の口は本来なんかないわけですよ。 財務省の本省でキャリア採用されて、はい、エリート街道を邁進していくとですね別にそんな弱いやつ死んでしまえなんて言っても自分の暮らしだけはしっかり天下り先が支えてくれるのでだから何て言うのかな庶民の痛みなんか分からないわけです。だからさっきの お札新しいのにしたら食堂だとか立ち食いそば屋だとかみんな大変なことになるぞたばこ屋さんだって大変なんですよね。そんなことは関係ないんです自分たちの暮らしと庶民の暮らしがかけ離れている私はここがね今の日本の一番大きな問題なんだと思います。 すみません素人ですけど一つだけ疑問があるんですけど大手があのこう二極化してると、はい、この大手の本当はちょっとつぶ潰れなくちゃいけない企業も日銀といろんなところが守ってきたっていうのはあると思うんですよ。はい、そ問題はそこに俺は比重が大きいんじゃないかな っていうふうにちょっと考えたんです違いますかあ,あの、うん、大手は、はい、そうなんです、うん、う庶民のこの中小企業というのは景気全体に引っ張られるんですそうなんですよだから中小以下は上に引っ張られちゃうんでその上の大手の潰れなくちゃいけない企業がいろんな理由で生き残ったっていうのが なんか問題を大きくしてるような気がするんですけど、そこはしっかり財政出動して経営を支えるんですよ。なぜか。あ、なんですか。そこは雨下りを受け入れてくれます。商店街で財務官僚の雨下りを受け入れて。 くれたた聞いいいことないやだからそれだその自分たちの天下り先だけの問題ですかそれともなんかそこがもう一つなんか俺にはよく分かんないんだけど天下りは一番大きいと思いますけどだから私は天下り全面禁止しろって言ってるんですけどここがだからなんか本当はでもこの矢野さんの言うようにここは退場しなくちゃいけなかったんじゃないかなって俺は思ってるんですけど。いやいやだからそこを潰して、うんうん 中を守ないそうなんですよそ,そこでしょそこ,でそこを潰して中小零細を守るっていうのを本当はやんなくちゃいけないのにそこのダメな代金を潰さないでそれが残ったために中小零細がもっとダメになっていったっていう話でしょ、うん、そうですおっしゃる通りですあそこのところがちょっと、まあ、もう一つあのねあの俺はよく分かんなかったんだけど。 はい、はい、<上>ありがとうございます以上大竹のもっといい答弁でした、うんはい、いや私ここまではい、はい、どうもありがとうございましたあます明日曜日片桁札さんがいらっしゃいます